こんにちは。表参道で美容師をしていますエリコです、本日はディズニーに行く日の朝の Get Ready With Me を撮っていこうと思います。声がカスカスで顔がパンパンなんですけどここ最近で一番顔がむくんでるよりによって、まあいいや、早速撮っていこうと思います。あと1時間ぐらいで出ないといけないので、ちょっとパパパパパッと、なんかいつもより声がワントーンぐらい低いんですけど、寝起き割とめっちゃ声低いまずは下地を塗っていきます。今日はですね、ディズニーランドに行きます。そうです、 C のチケットがなかなか取れないのと、あとあのランドの美女と野獣のところがオープンしちゃったので、どうしてもそれに乗りたくて、まあちょっと賭けでランドに行きます10月の頭にもディズニーに行ったんですけど、なんか11時からのチケットを取って1時半ぐらいに入ったんですよ。で行ったら、なんかまさかの今日は5時までになりますって言われて、今1時半だけどみたいな、あと3時間半しかないって言って、めちゃくちゃ慌てて回りましたこの間そうで、美女と野獣とベイマックス両方外れて、結局両方乗れずでした。じゃあアイシャドウ。工事の音めちゃくちゃうるさくないですか？多分もろ家のすぐ近くのお家やってるんで、うるさい。これが最近の新入りのアイライナーで、エトゥセのアイエディションジェルライナーの02番です。バーガンディっぽい色なんですよ。でこれをアイラインとして引いていきます。あとはアイシャドウの締め色として使っていいんで、私は結構目を開いてもあんまりこうアイラインが見えないタイプの目なので、結構ねしっかりめに引いちゃいます。これね本当におすすめですよ。垢抜けた目元になります。ちょっと下も引いて、でそしたらさっきのエトゥセの同じシリーズのこのカラーパレットの濃いピンクの方でちょっとなじませます。ぼかすか、軽く、こんな感じです。でそしたらマスカラ下地。皆さんはディズニーのアトラクション何が好きですか？私は何だろう、ランドだったら最近すごくバズが好きで、予約制になってからめちゃくちゃ空いてて、バズがいつも15分待ちとか10分待ちとかで乗れちゃうから、すごいたくさん乗るようになって好きなんですけど、点数は全然取れないっていう、なんかいつも3万点ぐらいしか取れないんですよスペースマウンテンは昔からすごい好きだったんですけど、なんか最近はすごいヨーヨーになってきちゃって、若い時は多分なんか若さでどうにかなってたんですけど最近はなんかもうスペース乗るのにちょっと勇気がいるようになってきちゃってでも絶叫は全然乗れるタイプなんですけど、富士急もほとんど全部余裕まではいかないけど全然乗れちゃう。眉毛を、そうだ、眉毛描いてなかったからなんかすごいのっぺらみたいな感じで、チークを塗っていきます。マスクするんでちょっと高めの位置に塗ります。本当になるべく化粧直しをしたくないのでね。そう、今日まだ着ていく服もバッグも決めてなくて、ちょっと時間がやばい
ロム&の G ウォーターティント03番。やはりね、マスクするからこれめちゃくちゃ良かったです。使ってみて、私結構ティント塗ると唇の皮がむけちゃうってたんですけど、これ全然なんかうるうるしてるしむけませんでした。使っても内側の方に塗って、本当はなんか手でなじませていったりするんですけど、めんどくさいんでこれで終わりで、これで少し乾かして最後にティッシュオフします。よし、化粧終わりました。あー、すっごい顔がむくんでる。じゃあちょっと持ってく化粧品をまとめようかな。ファンデとパウダー、ハイライト、これはハイライトにもなるしチークにもなるしアイシャドウにもなるんで、全部まとめてこれ1個ですごい便利です。持ち運びの時とティント、あんまり、まあ、そんな化粧直ししないんで、こう全部を全部持っていくわけじゃないのでこれだけにします。こんなコンパクトに。あ、時間がない、ちょっと服を着替えてきます。はい、着替えてきました。ミスティックの去年のニットなんですけど、ニットとフラワーのスカート、髪の毛を軽くやっていきます。私はもうね結構ざっくりなタイプなんで、根元をくるくるっと、髪の毛のことを気にしなくていいように結ぶことにしました。ここら辺こんな感じで適当に巻いたら、これを全部一つに束ねます。いつもよりちょっとだけ高めのポニーテールにしようかなと思います。これぐらいの高さで結んで、もう遅れ毛出しちゃうとマスクとかでも気になるし、あの顔に結構引っかかるんですよ、あのジェットコースター乗った後とか。なんで遅れ毛は全部もうしまっちゃいます。だいぶざっくりしたポニーテールで、毛先を巻いていきます。毛先は S 字に巻いていくんですけど、こう外羽で終わるように巻いていきます。こんな感じで、で最後前髪軽くふわっと、よし、ちょっとだいぶざっくりで適当だけど完成でーす。できました。はい、ちょびっといつもより高めのポニーテールでーす。じゃあ最後バッグにあの持っていくものを詰めていきます。ピアス、結構大きめのピアスで、よいしょ、はい、バッグ、リュックはこれです。のちっちゃめの黒リュック、モバイルバッテリー、あ、ネイルさん、ハンカチと除菌シート、でさっきの化粧品、あのおもちゃの音が、あ、はいはい、はい、定期、お財布、なんか絆創膏とか、あ、なになに、あ、こやはい、どうぞ、なんかあのテピカジェルとか絆創膏とかが入ってるポーチ、あー、また音したの、あー、かわいい後ろでずっと遊んでますかわいい、なんかね鳥の声が鳴るおもちゃなんですよ、すごい、
もう持って帰った。にゃーん、かわいい。大きくなったね。大きくなったんですよ。あーって落としちゃった。はい、ぐらいかな。あとは特にいらないか。よし、それぐらいかな。と、まあ、あとは携帯です。そう、携帯がいきなり壊れちゃって、買いました。あと1ヶ月待てば、わあと1ヶ月待てば12プロだったんですけど、もう11の11プロマックスに変えちゃいました。この中に、緑になった、緑にしました。なんだなんだ、いててて、髪の毛で遊ばれてる。よし、で、携帯で、以上です。できました。みなさんできました。あれ、こっちよ。うん、かわいい。うん、かわいいね。はい、おいで、おいで。かわいいの。わあ。ということで準備できました。さあ、そう、リップ、ティント化粧布しようと思ったんですけど、なんかもう全部乾いたのでこれでいきます。よし、じゃあ、ね、しっかり感染症対策に気をつけて楽しんできます。最後までご視聴ありがとうございました。見る、バイバイ。バイバーイ。